石井守は日本のカーデザイナー。日本の重工業メーカー、株式会社、座る商品企画本部デザイン部部長。1962年、埼玉県川越市に生まれる。直後に大宮市へと移り、幼少期はまだ豊富にあった自然の中で、夏は昆虫採集、冬は粘土在庫などをして過ごす。小学生時代は、 浦和の埼玉大学教育学部付属小学校までバスで通学していた。行き交う自動車を車窓から俯瞰する中で日産、フェアレディ z やトヨタ 2000GT など特にクーペスタイルの自動車に憧れを抱くようになる。その後のスーパーカーブームの中でカーデザイナーを志し千葉大学工学部に入学。工業衣装学科を専攻しつつアルバイトとして港で 自動車の船積みを行う仕事を経験。多種多様なメーカー、車種の自動車を運転する中で、スバル車の独自性を目の当たりにする。当時は、ホンダ技研工業が石井にとって魅力的に映っていたことから、大学3年生の時同社を志望するも、採用には至らず。大学4年生の時、自作品を携えスバルの面接に臨んだところ、採用が決定。 1986年4月、同社への入社を果たした。スバルレガシー入社後、半年間にわたる工場での実習を経て、スバルレックスに追加されるスーパーチャージャー搭載モデルの内装デザインを担当。既存グレードとは一線を画す、スポーティな3本スポークのステアリングホイールなどのデザインを手掛けた。2年目からは、エクステリアやカラーデザインを経験し、5年目で渡米。 スバルリサーチデザインへと移動となった。アメリカ合衆国で生活する中で、日本とは道路事情が大きく異なること、それに伴い自動車のデザインに求められる考え方も大きく異なることに気づく。1994年に帰国した後、デザイン士官であった加藤秀文のもと、スバルレガシーのデザインをまとめ上げた。スバルインプレッサ続くスバルインプレッサの開発は、 石井にとって試練であった。石井は当時デザイン部長であった杉本清からデザインマネージャーを任され、主幹部からの丸目という要望に戸惑いつつ、さらに技術部門との調整の結果、その仕上がりは本人が当初目指していた格好良さとはかけ離れたものとなってしまった。同社は自動車評論家や WRX オーナーから不評を買うこととなり、 二度に渡る手直しが入れられている。2002年に外国人デザイナーのアンドレアス・ザ・パティナス付けとなった、あと、インプレッサ・フォレスターの開発では、デザイン主査として、前車は丸みを帯びたスタイルとし、後車はモダンかつボクシーなスタイルとして、成功を収めた。ミニバンのスバル XC 側、同ジャンル車定番装備である、スライドドアの搭載を見送ったため販売面で苦戦。 したが、後に SUV スタイルのクロスオーバー7を追加設定し、販売を下支えした。スバルインプレッサ2008年、デザイン部長にナンバーオサムが就任。石井はデザイン副部長として、鈴木出身の社外デザイナーであったナンバーのサポートに当たる。2013年、ナンバーがチーフエグゼクティブデザイナーになると、代わって石井がデザイン部長に就任した。 デザインフィロソフィーとしてダイナミックソリッドを打ち出し、それに基づいたデザインをまとった量産化モデル第1弾としてインプレッサを2016年にデビューさせた。2019年にはより大胆な方向、ボールダーへの進化を示唆するコンセプトカー、ビジブアドレナリンコンセプトをジュネーブシ武将で披露している。2014年デザインフィロソフィーダイナミックソリッドを策定。 これに基づき、インプレッサや派生車の XV、レガシー、ホレスターがデザインされている。北米市場向けに開発されたスバルアセントも同様である。これらの市販化を前にコンセプトカーとして製作、出展されたビジブシリーズは同フィロソフィーに基づいたものとなっている。スバルアルシオネ、ありがとうございます。